クラフト&ゲームアトリエ造形の王様。さて、それでは今回は、まあ、前回ちょっと途中までの制作過程載せてたんですけども、興味ありますか？ないですか？なかなかね、完成すると一挙に視聴回数がなくなるっていうところなんですけど、一応これで完成しました、ボディーバッグっていうらしいですね。あの肩からかけるやつ、で、中に釣り竿とリール、これまあいろんなパターン試してみようかなと思ってて、このリールも、わあ、なんていうんかな、軽かったでいいですか、あれ、なんていうの、横向きのリールね。僕は太鼓リールって呼んでたんですけど、なんか違うって友達に言われたんですけど、横向きのパターンのやつ試してみたりするのも面白いのかなって。まあ中に入れるもの変えてもいいんですけどね。で、今回ちょっとこの映せてるんかな、前回見たらピントが合ってなくて、こんな感じ。縫い目とかもメモ帳とかで縫い目作ってるかな。で、このこのチャックの部分とかがちょっとビカビカしすぎているので、次回制作は調整しようかなっていうところ、それからまあ、箱に対してちょっとギチギチなので、これはもうワンサイズ小さくできたらいいなと思ってます。で、リール釣り竿だったので、これ見えるかな、造形の王様、魚にしてみました。造形のお魚っていう名前で作っております。ちょっと難しいか、ピントが合わない、スマホが悪い。合ってますか？こんな感じのやつ。ね。お魚入れて、釣り竿を入れてと。こんな感じ。でこの名前の切り抜きすごいでしょ？めっちゃ細かい造形の王様って、これはね、あの、五軸加工機っていう超最先端の大手企業にすら多分まだないであろう技術を友達が使って開けてくれたので、これをちょっと最後入れてみても面白いのかなと。閉じたらかっこ悪いかな？ピカッと光るんかな？いけるかな？あー、ライトが映るかな？これね、なんか YouTube の撮影でこうやってほら、ライト映り込むと一挙に素人感が出るでしょう。まあこれでも別にプロっぽい感じじゃないですけど、できたら映り込まんように撮影したいんですけどね、難しいね、まだまだね。雑談でいいですか。いやー、久しぶりにこうしっかりなんか自分らしい作品っていうのかな、こういうの作ってみて楽しいですね。まあこの前の究極のハンマー作りも面白かったんですけど、販売まで頑張れるかな、こっから。この形で、まあ、メルカリ、あぶだミンネ等で、わライトがひどいね、発売できたらかっこいいかなと思うんですけど、どうですか。それかあのワンフェスとかに参加してみますか。で、ワンフェスでたくさんの人が来る中で、多分僕浮くんですよね。もうあの、見えるんですよ。みんな周りがガンダムだなんだって中にこうやって、これ何ですかって。めっちゃたくさんの人たち、ガンダムだけを求める人たちの中で、本当に100人とか1000人に1人、これ何って聞いてくれる人がいるんですよね。で、あ、これリュックと、釣り竿なんですけど、へーって言っていなくなる。で、人が寄りつかない。で、そんな中に突然アドバイザーが現れるんですよね。これまあ僕今まで展示会たくさん経験してるんでわかるんですけど、君のブースだけ人気ないよねみたいな感じで寄ってきて、もっとこれを大きくしたらいいのに中途半端やわとか、これをもっとちっちゃくしたらいいのに中途半端やわとか、これでガンダムを作ればいいのにっていう人が登場するんですよね。で、そうですよねって笑いながら僕が、帰り支度をするっていう、ここまでがワンセット、もう何十回とこういうやり取りをしてきたんですけど、なかなかそうね、こういう異質なものっていうのは気に入ってもらえない。なんとなくエヴァンゲリオンに見えるとかの方が強いんよね。だって僕もそっち買うもん。
エヴァンゲリオン作るか。なかなかね、大変やな作家活動って。まあまあ、もうちょっと詰めてみて、いろんな釣り竿だったり、それからリュックのパターンだったりとかね、お魚は大体これでいいかなと思うんですけど、まあ、金魚にしたり、サメにしたりとか、パターン変えてみてもいいんですけどね、いろいろやってみて、楽しんでみて、たくさん発信してみて、また興味持ってもらえるようなら頑張って、販売まで。当時はミンネメルカリで販売したかな。ミンネが一番ありがたいんですけどね、住所名前等出さないといけないから、なかなかねネット上ではみんなに嫌がられるかなと思うんですけど、メルカリね怖いんですよ。何も書いてない封筒にこれ突っ込んで掘り込むだけで届くっていうのが、なんか怖かったですけどね。まあまあどっちでも、メルカリの方が今は出来上がってんのかな。あれやったん5年ぐらい前なんで、今ちょっとシステムがどうなってるかわからないんですけどね。ただまあ注釈がいっぱい必要になるかなって。多分これこの状態でゴンってやったらどっか壊れると思うんですよ。それはスカルピーという素材がとにかく脆いんですよ。そこがネックかな。触ったら壊れます、触ってなくても壊れますみたいな形でやろうかなということで、またちょっと次回作品ができたら載せたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。